はいどうも、藤野 130KG です。まあ毎日やってるんですけど、今時点の一番取りやすい無一郎の台っていうのを紹介していきたいと思います。で、どの台だったかな、この辺やったかな。いや、こんな下じゃなかった気がする。あれ、これやったかな。これですね、これです。このゴムの台なんですけど、ちょっと特別な設定ですよね。これなんですけど、右アームが尖ってるんで、まずちょっとね、右アームを利用していくんですけど、まずこの中心ぐらいで持って箱をね、ちょっとバウンドさせます。ちょっと動き悪いな、すいません。もうちょっと寄せていきますね。で、この台ね、この箱なんですけど、これなんでしょう、ラッピングしてるっていうか、こうビニールで巻いてるじゃないですか。で、その関係かもわかんないんですけど、結構爪がね、よく引っかかるんですよ。なので、手前の角に、この急な爪を引っ掛けるつもりで、右アーム寄せ目で、来い！よし、来た！今のわかりましたかね？ちょっとこう、右アームで引っ掛けて手前に引っ張り出すっていう。で、若干、手前の滑り、手前のバーの、一番手前のバーの上に、右角が乗ってるんで、もうこれ勝ちですね。あとは、このね、奥の、角、右奥の角より絶対奥を持たないとダメです。この辺を持ってあげて、こうキュッと絞り出していく、こんな感じです。もう分かりますよね。もう普通に取れるんで、これでもう同じような位置をひたすら狙っていきます。で、次もちょっと傾きが強くなってきたんで、右アーム寄せ目でいきます。これで奥側、またこの右奥の角よりもギリ奥ぐらいにアームを落とします。で、はい、ゲット、惜しいそう、ちょっと課金しますね。はい、1000円だけ入れました。で、もうこれ月でも何でも追ってくるんで、どうしよう、真ん中で中心ぐらい持ち上げてゴトンといきますか。はい、これでゲットです。綺麗に追ってくるんちゃう、これ、来い。はい、ゲット。ちょっと危なかったな。ってことで、これがまあ今日一番、今かな、今一番取りやすい台なんで、よかったらゲットしてみてください。ということで、以上藤野 130KG でした。ご視聴ありがとうございました。